はい、ひだまりファームです。今日はですね、まず定期個人定期面談の話をしていきたいなと思います。ひだまりファームですがですね、年に2回、従業員さん働いている方と社長と一緒に個別的な面談を定期的にやっています。まあスタッフさんからするとね、社長と面談で結構緊張するのかなと思ったりもしますけど、一応いろいろその状況っていうのをね確認したいということでやってます。どうですか、実際ずっとやっていますけど、何か感じることとか。はい、まあ普段から報告連絡相談をしているので、うん、面談で特別私はあれなんですが、はい、社長とね直接面談できるといろんなお話ができるので、はい、非常にいい制度だと思います。緊張しないですか？はい、私はもう付き合いが長いので普段から何でも話せる方なので、はい、でもね、あのパートさんとか新人の人だと社長と話しづらいところもあると思うので、ね、そういうところが、はい、すごく、うん、話しやすくていいと思います。話しやすい雰囲気作るので、ね、社長としてもね、はい、頑張っていきたいと思います。まあそんな会社でございます。以上です。